皆さん、明けましておめでとうございます。見ればわかる通り、今ご飯の名前がですね、プライベートマッチに入っているんですけども、今年一番最初に食べるものをですね、今から決めていきたいと思いまして、まあ、下のさ、お雑煮はもうお正月っぽくていいんですけど、あのカニもいいね、カニもいい。ただなんかよくわかんないけど、青汁苦いやつなぜか一番最初に食べなきゃいけない。そしてなんか年越しそばも期間が過ぎてる。年を越した後に年越しそば来たら俺だけなんか23年いっちゃう。僕的にはお餅が好きなのでお雑煮に行きたいところなんですけど、カニ高いしな、カニ高いんだよな、経済的な問題でお雑煮なんよ。ということで僕はお雑煮を狙っていきたいと思います。まあ見た目一緒、見た目一緒、見た目一緒、なんでも一緒。これはどれがお餅なんだ。俺お雑煮食べたいな。餅はもう一年に一回しか食べれんしな、まあ、食べようと思えば食べれるけど、なんか餅食べ過ぎても良くないじゃん一緒だ。もうどれがお餅ですかね。これどれがお餅ですか。みんな目の色とかもさ一緒なの見て4姉妹です。あ、なんかシャッフルし始めたねえ、シャッフルし始めたどれだこれ、どれがお雑煮だ。怖っ、どうしよう。え、待って、どうしよう。俺青汁飲みたくない。この人の目めっちゃなんかクリーム出してる。君お雑煮違う、お雑煮、え、お雑煮。あ、なんかこの人お雑煮っぽくない、この人。どれにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、おまけに一回バンバンバン。決まった、俺この子にする。はい、やったやったやった、お雑煮取った。え、じゃあ俺普通にお雑煮食べれるってこと。なんか俺的にはありがたい。動画的には良くないかもしれない。やった、でも撮った。ちょっと濃いな、ちょっと濃いかもしれんけど、うまい。ちょっと濃いかもしれん。でもちょっと濃いかもな。沸騰しちゃったよ。でもできた、完成。できました、お雑煮です。ちゃんと作りました。これ食べたいんですけど、ちょっとウインナーがあれかな、生っぽいかもしれんな。これ、うん、うまいよ、うまい、うまい。餅食ってねえや、餅食わなきゃ。お雑煮じゃない、ちょっとポトフみたいな。ちょっと餅食います。おー、俺お雑煮食ってるわうまい、うまいっす、うまい、これはうまい、星3つ